今日は6月の29日金曜日です。ここは小田急線の新宿駅、これから安西さんと2人で箱根方面に行くんですが、まあ、それは本日はそこまでは関係ありません。とりあえずなぜ安西さんと行くことになったのかといえば、これ38年間ありがとうロマンスカー LSE7000 型、これが7月の10日、あと10日ほどで定期運転を終了するということになっております。そして本日はその LSE 車両が特急列車スーパー箱根号として箱根湯本まで小田急線で一番格調高い列車として走る最後の日です。もう列車はすでに入ってきております。箱根ではなくスーパーをその前に関しまして、ちょっと長いようなヘッドマーク横に出しております。指定席はもうすべて売り切れ満員となっており、お客さんは鉄道マニア、そしてまた一般の観光客、様々ざっくばらんと言いますか玉石混交、いやちょっと口が悪いような気がしますけれど、とにかくこれからもスーパー箱根号がもう間もなく発車というところ、本日はその最後の小田急線最優等列車に入りました LSE 車両の旅をお楽しみください。11両編成、小田急線の車両としては一応全部最大で確か長かったはずです。その代わり一つの車両が短いというわけでして、実際には普通のボギー車両とも呼ばれますが、普通の車両7両分の長さ LSE が大勢のお客さんに、また鉄道マニアに見送られ、ちょうど小田急新宿駅を出発していくところです。11両というと大変長いもので、実際には長さは7両程度とはいえ、やはり長さ長く感じますからね。前頭の車両が細かく分けられているのを見ると、新宿駅のこのカーブのところなど、もうやっぱり後ろの方の座席を取ってよかったなと思います。こういった景色、鉄道マニアにはね、とってもこう心に来るようなものがあるような景色なんではないでしょうか。特に乗っている車両がこのように昔からの赤い塗装をまとっているような LSE 車両であると、より格別なのかなと思います。ロマンスカーをご利用くださいませ、誠にありがとうございます。スーパー箱根13号箱根湯本駅です。10時ちょうど新宿駅を全国に発車いたしました。沿線には小田原と終点箱根湯本です。次の小田原には11時9分、終点箱根湯本には11時24分の到着予定です。車内のご案内をいたします。ご配慮ください。本日このロマンスカーを担当いたします乗務員、運転手は海老名電車区藤井、車掌は海老名車掌区加藤です。車掌さんの車内放送もやはりロマンスカーにふさわしく大変丁寧なものです。小田急線でもこのように自動の放送がかからないということはもうほとんど多分ないのではないでしょうか。これほどまでに古い車両というのは小田急線に他に存在するのかどうかよく分かりませんが、ロマンスカーによく乗っている私としては、やはり自動の放送がないというのがなかなかちょっと変わっていて、これが一番古い骨董品なんだなということを改めて感じさせるものです。あちこちもう小田急線は代々木八幡の駅が新しくなったりとか、この辺の駅が全部代々木上からから先ふくふく線になったりとか、様々な変化がありますが、しかしその変化を全てこう見てきたこの LSE 車両、確かにこんな新しくなってもうだいぶ近代的に駅の雰囲気も変わったのに、まだそれでも1980年ぐらいに作られた当時のラグジュアリースーパーエクスプレス LSE、 こんなのが走ってるってなかなかすごい光景です。車内のこの販売のこのメニューのところも割と最近のデザインです。このような綺麗なデザインの車内販売メニューをこのようなクラシックな車内で眺めることがあるというのも、これもなかなかアンバランスで楽しいことです。ふくふく線の区間、やっぱりこれもスーパー箱根号一応最速達の列車でありますから、それなりにスピードを出して走っていきます。小田急線の朝のこの時間帯、やっぱり線路がたくさん詰まっておりまして、そこまで思いっきりスピードを出すこともないのかなとは思いましたが、途中全く停車駅がありませんので、それでも威厳ある走りを随分楽しむことができたように思います。だって窓側にしかテーブルがないこのロマンスカー LSE、 近頃では多分小田急の電車はこの LSE 以外のロマンスカーであれば全部全てのお客さんがテーブルを使えるようになっていたかと思いますが、もともと2人組で乗っていくことを前提したロマンスカーですから、まあ、窓側のところにこういう置くテーブルがあればそれでいいのかもしれません。窓側にだけテーブルがあって、そして座席には背面のテーブルがない、このような構造は国鉄の183系とてもによく似ているなと思いますけれど、実際にそのような構造をしていたわけで、時代もそのような頃合いで近づいておりまして、183系が出たのが72年だったかと思いますが、 LSE も1980年の車両ですから、確かに昭和の終わり頃、共通していても全然おかしくないのだなと感じます。
ただその国鉄の183系よりは幾分快適なようです。足元が狭いとかちょっとクラシックな感じは確かに感じるには感じるのですが、それでもだいぶやっぱり雰囲気はね、なんだろう、こう国鉄ではあるんだけれども、国鉄っぽい車両なんだけれども、それでもお客さんに楽しみを提供しようというような、そういう気心はそこところどころで感じられるようなものでもあります。ちょうど列車がただいま通過しております。この駅はこれ新百合ヶ丘とかかな、新百合ヶ丘とか、それから町田とか、普通ロマンスカーはいっぱい途中駅停車いたしますが、スーパー箱根号は小田原まで全く停車をいたしません。この駅通過中の駅は町田の駅です。ちょうど新百合ヶ丘までゆっくり走っていた列車を追い抜きまして、全速力100キロ超えていたんじゃないでしょうか。本当に迫力のある通過風景で、 LSE 車両がもしかしたら最後に町田駅を通過するような光景となったかもしれません。ところで私の座席を取っておりますが、一番後ろ11号車です。後ろ展望車両ですから、このように後ろのところへ立っていてもそれほど迷惑にはなりません。これ前の展望車だと普通の一般の座席に座っている人も展望の景色を楽しみたいというふうに考えているんじゃないのかなと思いますが、これ後ろ展望車ですから、ここの一番展望車のところへ立っていても後ろのお客さんとは目線が逆向きになるというわけで、これはちょっと助かることです。だから少しだけここで立って眺めていくことにしました。通過中の駅は相模大野の駅です。ここもまた大変大きな駅ですが、 LSD 車両は通過と、おっとこう見てみると、ありがとうなんとか、こう小田急の社員さんたちがみんなして揃って、あら白い服を着ている、ちょっと上級の駅員さんというのか乗務員さんなのか分かりませんが、皆さん総出でこの LSD 車両最後の晴れ舞台をお出迎え、お見送り、どっちか分かりませんけれども、お客さんにも手を振っています。みんなのあの笑顔がこのカメラにも割としっかりと映っていたかと思いますが、ああそんな、確かに小田急っていうのはそのホスピタリティというんですかね、お客さんをもてなそうという気持ちがとても強いような会社なんだろうと改めてそれを感じた次第です。またあの乗務員の皆様もこの LSD 車両自体にとても愛着を持たれていた、そういうことなんじゃないでしょうか。きっと古くて狭くていいところばっかりではなかった車両だと思いますが、最後にこのように華々しく見送ってもらうことができたというだけでも本当に車両冥利に尽きるんじゃないかと思います。ところで先ほど通過しましたのは相模大野の駅ですが、そこから先もまた先行の列車がほとんどいないということで順調に飛ばしております。 JR の183系とかも割と最近までずっと走り続けておりましたけれども、しかし最後までこのように第一線で最優等列車として役目を最前線で発揮している、そんな車両はなかなかなかったわけですから、これもまた素晴らしいことです。こんなに古いのにね、よく頑張っているなと、あまり機械に頑張っているとかいう感情は持たないわけですけれども、しかしさすがにここまで来るとそう思います。古い車両でもしっかりと使ってお客さんをもてなそうとしている小田急電鉄、その気心もあちこちで感じられております。車内販売のお姉さん、本日は新人の方ということで研修中とマークがついていましたが、それにしては随分よく手慣れた感じでした。愛想のいい方でした。よく安西さんとね、あの人はいいですねなんて話もしていたものです。途中全く本当に停車をいたしません。小田原までの所要時間、この列車に関しては1時間を超えておりますが、しかしさっきの大野の駅を過ぎてからまさにスーパーという感じで、途中も止まらず、まあ、止まらないのはさっきも言った当たり前ですね。でも順調に走っている、まあ、そんな感じ。特に何も止まりそうとかそういった危なげも感じません。通路のところには OER 小田急エレクトリックレールウェイに寄りの伝統のマークもまもなく消えようとしているものが見えておりました。小田原を出ますと次は終点箱根湯本でございます。各駅停車の箱根湯本行きと新幹線、東海道線、大九段線はお乗り換えです。新宿からそんなに時間はかかりませんでした。1時間、あ、もう着きましたね。列車は小田原に到着です。小田原の手前でもまたここだけではありません。途中の複々線区間のところでもあちこちで大勢の撮り鉄、鉄道マニアの皆様が最後の最優等列車スーパー箱根号のその輝きを映そうと頑張っていらっしゃいました。ぐねぐねと曲がりまして列車が小田原に到着。ここから先は箱根登山鉄道に入ります。引き続き私たちは終点まで乗っていくことになりました。あ、これ結構珍しいですか。扉のとか窓の形がね。あ、本当だ。下カット全員するっていうのは結構言われます、ね、徹底してる。徹底してますね。車掌さんが指を指して小田原駅の発車の合図、発車の確認、そういったものをされて、そしてこれから先また箱根登山線に入っていくところです。
私も小田急ロマンスカーというのはそれほどたくさん乗ってきたわけではありませんが、確かにロマンスカーといえば前は赤色をしていたと思いますけどね。でもこのオレンジ色の車両というイメージはとても強かったものです。私のロマンスカーのイメージはあれかな、ハイ SE っていうやつかな。 LSE はそれよりもさらに古くてね、まさかこの古い車両がこんな2017年とか18年とかまで使われ続けるとは全く夢にも思わなかったものです。そんなに小田急のこと詳しくなかったので、このように YouTuber あちこち乗り始める前は、あの LSE っていう車両まだ残ってるのかと驚いたものですが、これは他のハイ SE とかそういったこの LSE よりも多少新しい車両がバリアフリーの関係で長く使い続けられないということが明らかになったために、この LSE は逆に命を長らえたということでした。でもそのおかげで伝統の小田急のその姿をずっと留めることができて、それはそれでね、ずっと小田急といえばこういう感じ、昔の小田急とはこうだったんですよというクラシックな箱根への旅をずっととどめておりましたから、それもお客さんに対してもそれほど悪いサービスじゃなかったような気がするんですが、そんなことはみんなあんまり気にしないのかな。私たち鉄道マニアだけに価値のあることなのかもしれませんが、それでも最近このようにロマンスカーを多く乗るようになった私としては、やっぱりこういうもんだったんだなと、昭和の箱根への旅、これを感じさせてもらえるいい機会となりました。まあ、こういうわけで、それほど私は小田急に愛着、思い入れというものを強く持っているわけではありませんので、今回この列車をもちまして、小田急ロマンスカー LSE 車両は乗るのは終わりになると思われます。やっぱり最終列車など、私もね、切符の発売とか一回行こうかなとも考えたのですが、もっと鉄道動画チャンネルのね、例えばブーヤンさんとか見ていると、もっと LSE のことを好きで好きで仕方がないという方が大勢いらっしゃるようですから、そういった方に私の分の機会はお譲りしたいと思ったわけです。今度の号令機の残電車は11時36分でございます。なお箱根地区につきましては、現在箱根ロープウェイは強風のため運休しております。ちょうど咲いておりますアジサイの花、箱根方面には本日も鉄道マニアだけではなく大勢の一般の観光客の方たちが LSE に乗り込んで、そして満席としました。最後の最後まで通常通りいつもの役割を発揮してしっかり活躍してきたロマンスカー LSE、 大変お疲れ様でした。そしてまだわずかに運転の機会は残っております。この動画投稿のおそらく翌々日にこの LSE 車両は引退することになると思われますが、それもまだ定期運用引退ということで、もうしばらくイベントなどでの運転が続けられるようです。大変短いですけれどもいい旅でした。よく考えたらこういう風に普通に箱根まで向かう最優等列車にLSE が入っているなんて、そんな列車にはね、私も乗ったことはなかったですから、 VSE とかそれから GSE とか近頃の小田急のなんだろう、こううまくデザインされた世界観をうまく演出したそういう車両とは違って、この LSE は少し昔の、まあ、家族でもってみんなで、お父さんも本日日曜日はお休みだからみんなで行きましょうかみたいな、大体そんな感じかな。車内の雰囲気もその当時とは随分変わったでしょうけれども、それでもまだ車両自体はその昔のロマンスカーの雰囲気を留めてくれていて、私にもその昔を感じさせてくれることができる、いや、いい旅だったと思います。外のところにはラストラン、思いは次の時代へ、このようなステッカーが貼ってありました。そしてこのスーパー箱根号の最終列車は結構狙っていた方もいっぱいいたようで、切符を取ることに関しては特にというか全く苦労はなかったんですけれども、大勢の私のことを知っているというか私を個人的に信仰のある方がお乗りになっていて、それはそれで驚いたものでした。箱根湯本駅に着いてもうすぐに幕は箱根号、スーパー箱根号から箱根号に切り替わってしまいました。なおこの6月29日をもちましてロマンスカー LSE 車両を使ったスーパー箱根号、そして相模号の運転が終了したようです。長い間お疲れ様でした。大変ご苦労様でした。私も乗ってみて本当に楽しく、乗る機会に恵まれたことを幸せに思います。なおついてその後は安西さんと2人で箱根入浴行って、その後はですね、なんだっけ、お寿司を安西さんにご馳走になりました。すいません、ご馳走様でした。ありがとうございます。